あこれ、あかなり蹴る。あこれで蹴れる。え、これで蹴る。おー、あー確かにリーチ長い技を持ってればかなり蹴れるわ。これ硬直が思ってるより長い、長くなってるのと、あと暗い判定が残ってるわ。いやこれはでかいね。これ多分全体的なあれだろうね、カリンとかもこんな感じだろうな。だから結局この話って振り回す分には別にそんな変わんない。むしろちゃんと中足の先端を当てようとしてこっちがギリギリ透かして差し返すみたいなのが増えてるだけで、なんかこういう中距離のこういうなんか前ダッシュしようとしてそれに対して置いてますみたいなのは結局咎めれないから。これあめっちゃ残る、めっちゃ残ってる。あこれ見るとキャミーまだ可愛いな。これは単純にそのさっきの話で置き気味に使った時に結局その足の戻りは早いからその足先は蹴れないよって話だったけど、これはその足先を蹴れます。なぜなら残ってるから。あこれはこれは置きが明確に弱体化してる例ですね。さっきのキャミーの置きはあんま変わってないよって話で言うとこっちは置きがかなり弱いです。なんかよいしょって感じだ。年取った、太ったまあでもこれ空振りだけでしょ。あれ空振りよね、フレーム等々は変わってない。あーでもそうか、空振りじゃなくて戻りが遅いからこれマイナス4なんですよ、ガードで。さすが、まあそこまではあれか。いやここ蹴られたらかなり辛いんですけど、この戻り一応この4フレー反撃を蹴られる頃には戻ってます。うん、まあまあ一応まあこの近かったら蹴れるのはこれはもともとなんで距離も変わってないかな。うん、あんま変わってない。この4フレー反撃に関しては変わってない。どちらかというとこっちだね、これの戻りだね。さくらには蹴られそう。いやだから結局その前から蹴れるからね。それはその前と変わってるかの話で言うとそんな変わってないです。いや結構ねこういう新しく調整入ったので実はもともとそうだったんだけど4フレでマイナス4で蹴れるみたいななるんですけど、別にそれはもともと、いやていうか、まあ、これもそれの話で、そんなのこのここやで、この距離や4フレ蹴れる、これ蹴れないからね。ちなみに剣は前の剣はここで蹴られます。これ蹴られます。マイナス剣の中足マイナス4だったんですけど戻りが遅いんでここ蹴られます。今はマイナス2になりました。もうあの子の剣はいない。いやちなみに中足はそんな奥技じゃないっす。あのカリンで置きで痛いのは立ち中パンです。こっちの判定が弱くなってるんで、こっちは明確に置きの技なんで。足元の暗い判定だっけ。カリンはいや どうなんだろう、別に変わってないかなって思います。いやその変わってないことがまあモチベー的にっていうのはまああれだけど、別に強さは別にこれで弱くなったと全然思わないですけど。ガリン使い切られる、切られるから、いやだそんな変わんない気がするけどな。いやだからそのモチベの問題でしょそれは。いやというかそういうその人ら多分カリン使うけどな、モチベで萎えてる人らは使うと思う。だって別に前から変わってないもんカリンで、明確に弱くなって変えるっていう人は明確には弱くなってないと思う。なんで結果変えないと思う。それキャミーも一緒ね。っていうか今回の調整でカリン変える人はもう前の調整で変えてます。なんで前の調整でカリン使ってた人は別に使うと、あの他にいいキャラがいて変えるはあるよ全然。でもカリンがダメで変えるっていうパターンはそんなないと。まあこれこの今のあれって似たようで全然違うから、キャラ変えるにしても自キャラが嫌全然ダメになって終わって変えるっていうパターンと、他にもっといいキャラがいて変えるパターンで、同じキャラ替えなんですけど全然違うから。そうやね、藤村のナッシュとか伊吹とかあれ変えてるのは終わったからなんですよ。で俺がキャラ変えてるのって、俺は結構他になんかあこれいいじゃんとか
えこれなんか新しいことできそうって結構目移りするんで、結構そっちに行くんですよ。でキャラ変えるパターンで、結構ラシードとかカリンとかキャミーとかはあのまあどんどん弱くなってんすけど、まあ別にそのキャラ的には全体で見るとまだ強くて、でまあ別に他に使いたいキャラも特別いるわけでもない場合はまあそのまま元に残るよねっていう話なんで、まあその枠で言うと別にカリン、キャミーは絶対弱くなくないてか普通に強い、強い寄りだと思います。カリン、キャミーは。え、俺だけもカリンいけるって、いやいやいけるだろカリン。え、調整もう一回見ていいですか。え、カリンいけるでしょ。じゃあ使えよ。いや、じゃあ使えよって、別に俺今までカリン使ってないから、この調整でカリンいかないですよ絶対。あの今までカリン使ってた人が別に終わったっていうほどは終わってないよねって話で、別にいかないですよわざわざ。だって今までも使ってないんだもん。リスナーおこじゃん。やっぱ俺どんどん敵を作ってる気がする。カリン使いを敵に回してる気がする。そう、しかもカリンダントツで最強とかって言ってるわけじゃない。まだいけるって言ってる。一回言っとくか、香りを。確かに名前が一般中パン中エルボ行きたい。ちなみにこいつもこの逃げやばいっす。ちなね、なぜか逃げ天空ペケ事件がある。はい、ありがとうございます。やっぱあれだな、スタンピートに変に行こうとするとあんま良くないことが起こるな。今の台形蹴られるのかわいそう。今の調整っすね、台形今蹴られた。じゃあ弱いのか。これね、こっちなんです。これがなんと置き攻めがついてくる。はい、ハンマー裕次郎さん、ありがとうございます。かなり弱体化が生きた試合でしたね今回。まあ、最後のもタッチ中盤に、あれ意外と弱体化してる。じゃあ弱いのかっていう保険を。いやカリンは強いと思うけどな。まだほらカリンが集まってきた、送別会が。はい、お願いします。ちょ、カリン使う、怒ってる。あれ、これはとつられてるのか。でも俺が勝つとほら弱いじゃんで、俺負けるとももち弱いじゃんの、その二軸なんですけど。新コンボね。これ今 CA でも本当は倒せたんですけど、あえてこのコンボにすることによって、このミリのゲージを貯めました。職人 CA でフィニッシュすると今たまんないので、ゲージが。これ職人ね。立ち中継がいい。あー無理か。やりたいだけこう
CA は6今の弱竜巻大昇竜でダメージが8ぐらい違うかな。ロックしない方がロックの方が8高いです。だからロックした方がいいです、ダメージ取るなら。ただ置き攻めの状況だったりとかさ、もうキャミーはこれアレク有利です。アレク有利になりました。出ましたね、大野郎が1ヒットしかしないもんで。飛べないから相手、これ飛べないから相手。いやこれ有利だわ、有利。いやガチであると思うけどな、今有利かは分からんけど結構いける勝負になってると思う。